Stop it. Get some help. オープンワールド RPG 原神公式番組原神キャストゲーム部。やや。主人公ホタルの声担当しております結城葵です。よろしくお願いします。そしてはい、原神で主人公ソラ役を演じております堀江俊です。よろしくお願いします。イエーイ、はい、この番組は原神のキャラクターボイスを務めるキャストが旅人となって原神の世界を旅したり、うん、原神にまつわる様々なことにチャレンジしたりして、うん、その楽しさをお届けする番組で、はい、大体月に1回から不定期更新でね、はい、お送りする予定でございますよ、うん、はい、そして今回の、原神キャストゲーム部第2回目は、前回に引き続き我々主人公コンビでお届けしております。イエーイ、会えちゃったからね、もうね。ですね、再会できちゃいました、ね、再会できちゃった。やばい、話終わっちゃう。でも大丈夫、アクリル板で調べてるから、これが好きなのかな。まだ終わらない、はい、ということでまだ第1回見てないよという人はぜひそちらもチェックしてみてください。さいさい。ということで前回は旅の始まりを振り返っていったのと、まあ、お題にチャレンジして、見たりしましたけれども、どうでしたか？お題が難しかったよね。結構そうですね、お題が難しかった。いや、てか釣りをもっとやろうと思った。釣り全然やっぱ惚れてない部分だったんですよ、私的にも、うん、でもやっぱ釣りをしてるって人ってもう原神ずっと釣りやってますっていう方もいらっしゃる。そうなの？なんかハマってずっと釣りやってる、釣りゲーなんですね、原神。そう、その方もいらっしゃるのよ。いやすごい、なんかさ、それこそ壺をやってるってずっと壺、箱庭芸、もうずっと何かを、面白い、確かに人によって、もうひたすら木を切って物を作ってるんだっていう人もいるじゃない、みたいな。だからもうさ、原神の旅人の数だけ原神があるからさ、ちょっとね、いろんな定義はありますけど、確かにちょっとね、あの釣り面白いなと思いましたね。僕も本当に普段やらなかったので、やらなかった分本来優しいっていう難易度だったはずが、そこそこ難しいぐらいだったので、もっと僕もやってみようと思いましたけれども、そうですね、といったところで早速、はい、原神の方プレイしていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。この番組はホヨバースの提供でお送りしているぞ。原神キャストゲーム部。お題任務をマルチプレイでクリアしよう、難しい編。ということで今回も番組側からのお題任務にチャレンジしていこうと思います、まあ、前回は比較的難易度の低い、そうね、そうね、景色とか割とね、うん、釣りとかはでも意外と、それは結構割と手こずりましたけれども、こだわることが多かった。そうなんですよ、うんうん、ですが今回はどうやら難しい、うん、そうよ、あれよりよっぽど難しいのが来るんでしょ。やばそうっすよね。そんなん大丈夫。でも今回もクリアできたら視聴者の方にプレゼントがあるということなので、そうなんです、クリアできないといけないので、はい、大変と双子の力を合わせて頑張りましょう。頑張りましょう、はい、ということでですね、前回と同様僕の手元にお題の書かれたフリップが今回3つ ABC ありまして、またじゃあちょっと今回も結城さんに選んでいただいてそのお題にチャレンジしていこうかなと思います。 B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  ダメだった。 B B ダメ B B ですよ。 B で B で B はこちら、おい、トリックフラワー氷と一緒に記念写真撮影せよ。え、怖い。つまり倒さず写真撮影すんだ。泳がせて、はあ、あ、結構なるほど、そういう難しさか、そういう難しさか、なるほど。え、氷ってちなみに今ね、我々あのモンド城に平和な街にいますね、いるんですけれども、氷ってどこ、炎はさめっちゃいる場所想像つくじゃん。安易にドラゴンスパインとかですか。ドラゴンスパインってどこに草生えてたっけ。草生えてるって言っちゃいけないなあいつらって生き物の、あ、ねえねえ、あそこはあのさ、スイートフラワーがいっぱい生えてるとこ、あ、リーユエのね、左上あたりに、ね、このミント、このミントもう偽物なの、多分このミント偽物なの。本当だ、しゃべるマークが出てる。そう、これね、実はトリックフラワー探しで一番いいのが、あの2P プレイヤー側にはね、と抜けないんですよトリックラワーのやつ。そういうこと。そうなの。待って、本当だ。カメラ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 、一回カメラをちょっとセットしつつカメラを、写真機ですね、失礼しました、写真機をセットしつつ
え、木だったらどうしよう。待ってね。あ、ちょっと待って待って。抜いて抜いて抜いて。抜きます。うん。来た。木だー。やばい。木だった。木だった。機械。残念。残念でした。氷を探そうじゃん。これ。やっぱ2人もいると楽勝だ。ねえ、あ、ちょっとせっかくだからこの蜜をもろて。よし。え、どこだ？え、じゃあこの辺にいるトリックフラワーもみんなあれかな？火ですかね。火なのかな？氷？あ、待って、水辺にいるんじゃない？水辺でさ、イラッとした記憶ない？あの、凍らせられるからだ。そう、セーラーをめっちゃ取ったところにいた気がする。このな浜にさ生えてたような気がしない？え、いたよね。いなかったっけ？いたっけ。あ、でも氷のお花はあるよ。あ、やべやべ、天気のお姉さん。あ、元気のお姉さん。天気のお姉さんはちょっと今日は、あ、待って、なんか、いや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 、あ、いないいないいない、来た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 、一緒に写真撮らないとだから。いつも奥さんに京子さんが猛ダッシュ。行くぞ、撮るぞ。行け。うわちょっと待って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 、下手か。ちょっと待って、画角もちょっとこだわあ、やられてるところ撮られちゃった。行けるか。ちょっと待って、え、写真撮るの下手じゃない？うちら、やばやばい。あ、来た来た。え、ちょっと今隣横に並んでよ。はい。下手すぎる。いいのかなこれ。ちょっと待って、ぎょうこさんがやられ、クリアー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 、なんだかクリア、よっしゃー、やったー、やばいやばいやばい、回復しとかなきゃ。やったーやったちょっとやったやった、ちょっと倒しつつ、はいはい、危ないですから、危ないですからね。よし、オーバーキルしてしまう。ということで無事お題クリアでございます。やったということで、今回も見事クリアできましたので、うん、今回はですね、うんうん、こちら、ダダン、デレン、我々の直筆サイン入り色紙を3名様にプレゼントいたします。応募方法はツイッターの原神公式アカウントのフォローをして、うん、ハッシュタグ原神キャストゲーム部を入れて番組の感想をツイートしてください、はい、また当選連絡は DM にて行いますので、 DM を受け取れる設定にしておいてください。お忘れなく。はい、じゃあプレゼントは確定したんですけれども、うん、せっかくなのでもう一個お題チャレンジしてみたいと思います。行きましょう。さっき A を選んだんだっけ？A を、あ、B を選びました。B を選んだんだ。A、C が残ってます。A と C が残ってる。じゃあ A で。A で。A はこちらです。でるん。すやすやと寝ているヒルチャールの写真をできるだけ近くで撮影せよ。おお。なるほど。確かにね、結構お昼間なのかな。あのヒルチャールね、結構近くまで寄っても起きないんですよね。起きない。起こさず。起こさず。走っったら起きちゃうんですかね。かも。でもヒルチャールといえばやっぱりあそこじゃないですか。うん、なんだっけ、あのヒルチャールがいっぱいいるところあるよね。あ、ダダウパ。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 谷のさ、最初のあの入り口のところに寝てるやついるよね、一匹。あ、いましたっけ。ただ私はさ、1回目の時に、あの釣りしてる池に突っ込んだ翔くんだから。はい。ちょっと待って、あ、逃げた。ちょっとあれ、めっちゃごめん、いなくなっちゃった、めっちゃごめん。あ、もうほんとやめてください。翔くんそういうとこだよ。あれ、翔くんのせいになっちゃった。翔くんのせいで、はい、起こしちゃう可能性は、自信は全然ない。あ、ちょっとここにほら景色ポイントがあるよ。景色ポイント、あ、ほんとだ、登録漏れてた。登録しとき。よし。これいいよね。これいい。そうなんですよ。ふと振り返るとね、歴史を感じちゃう。うん、この辺になんかいた気が。上かな。どこだどこだ。この辺にいなかったっけ。どこで寝てんだ。どこで寝てんだろう。時間にもやったりすんのかなあれって。いや、まあ、なんかさ、世界が広いからさ、どこまで。そうなんですよね。あ、いたいたいた。
出た。これなんか全然関係ないのにめちゃめちゃ小声になるんだけど。確かに寝起きドッキリみたいな感じになっちゃう。ちょっと待ってね。はい、そっと行くから。あ、待って。そっと。あ、ラズベリー。ラズベリーはぬかりなく取る。ぬかりなく取って。あ、えっ、かなり近いよ。てか、え、危ない。これ以上。ちょっと待ってくださいね。同じ画角に2人が収まってないとダメなんですよね。ダメか。ちょっと待ってください。ちょっとこのくらい。おまだいけるかな。あ、すごい、結構いけますね。あ、起きちゃったー。くっそー、すいません。ダメ、倒しちゃダメ。戻ってきたらまた寝るかもしれないじゃん。あ、そこそこそこ。あ、やばい、ごめんなさい。やべやべ。恐ろしい。そんなゲームがあったとは。よしよし、もう一回いくぞ。そう、ビビってめっちゃ変なとこ来た。そうか、やっぱ限度がありますね、距離も。そっか、さすがに起きたか。さすがに起きました。めちゃめちゃよく寝てたもんね。確かに、あの子ヒルチュアルもよく見ると可愛いんだよな。まあ確かに畑作業してたりしてますからね。そうなんだよ。なんかさ、なんかヒルチュアル愛しくなるとなんかデイリークエストに支障が出るんで。ごめんねってな。彼らにも生活はありますもんね。そうなんだよな。寝てるまた寝てんだ。いや、危機意識どうなってんだ。でも自分家だもんね、よく考えてみたら。まあ確かに自分家に突然人来て写真撮ってくとは思う。このぐらいならさっきは大丈夫だったから、この辺でじゃあ写真撮らないでいきますか。こっち向いて。どうだ。これちょっと待って、正面向いてオッケー、クリア。よっしゃー、やったー。あ、全然ジャンプしても起きない。のんきに寝てる、のんきに寝てる。いやー、撮りました、無事。よかった。はい、ということで、お題2個チャレンジしてみたけど、どうでした？いや、楽しかったですね。てか、こんななんかヒルチャールのギリギリ狙って写真撮るとかなかなかなかったので、そう、こんなに起きないんだみたいなね、ことちょっと思いましたよね。でもやっぱトリックフラワーは結構手こずりましたね。攻撃してくるからやっぱり。そうだね、そうだよね。いや、トリックフラワーまさかあんなでも意外とトリックフラワーの動きって何にも考えないでもう殴ってたけど、はい、改めて写真撮ろうと思うとめっちゃ動き見るね。確かにそうですね。楽しいですね。なかなか楽しかったです、はい、他のね、キャラクターたちともいろいろ写真撮ってみたいですね。確かにそうですね。他誰がいいだろう。フライムじゃない。フライムむず。フライムが何か放ってる時と撮れみたいな。うわ、6つ。あとビシャップとか。ビシャップはもう写真うんぬんじゃなくて普通にやだ。普通にやだ。地面から出てくる時を撮るみたいな。あ、いいですね。確かにいいですね、いやー、ちょっと夢は膨らみますけれども、ね、以上ゲームプレイコーナーでした、原神キャストゲーム部。ここで原神からのお知らせです。まずは原神グッズ情報です。大きくなったちびぐるみ、旅人、空、ホタル、そしてもっと大きくなったちびぐるみ逃げ回る太陽、クレイが4月に登場予定です。ということで、我々の今手元にメーカーサンプルがございまして、こちらになります。うわ、でっかい。かわいい。でかい。大きくなったちびぐるみっていう呼び方すごいいいね。かわいらしいですね。かわいい。眉毛がキリッキしてる、クレイちゃん。ほんとだ。あ、すごい。ちょっと待って。ちょっとやっぱお顔が違う。ホタルちゃんはすごいなんかこう、ほわーっとした優しい笑顔をたたえてるんですけど、そらくん、怒ってる。そこキリッてしてますね。ちょっとキリッてして、なんかちょっとそらくん、ちびぐるみにされたことに多分物申したいんでしょうね。めちゃくちゃ可愛いな。めっちゃ可愛い。物申したいんだ。物申したいんだ。ごめんな。いいや、そのプニプニで可愛いですね。いや、これはね、ぜひ皆さん揃えていただきたいですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。
また原神は現在バージョン 2.6 を配信中です。旅人の皆さん、ゲームプレイもぜひ楽しんでくださいね。ということでやってきました原神キャストゲーム部第2回目はここまでです。なかなかあっという間でしたね今回も。あっという間だったよ。いや、なんかむしろ今回の方が、意外と私場所が分かった。おお、そう、それこそあのトリクラワの場所とか、あ、確かに寝てるヒルチャールの場所とか意外と知ってた。あ、確かにそうですね。そうなのよ、そうなのよ。だから、やっぱ釣りがモテんだ一回の釣りが確かに確かに確かに。いやでもすごい、僕個人的には本当にただ結城さんと楽しくゲームしただけだったので、なんかこれでむしろ僕モラもらっていいのかなっていう、なんかすごいそんな気持ちがして。そうですね、これもあのぜひね、あのウィークリーのクエストとかにしていただきたいですね。確かにマンスリーもなんかもったいないですよね。そんなあのね、ぜひね、もっとなんかこうやりたい、いろんなスパンでいろんな人とね遊べたら嬉しいですよね。やりたいですね。はい、嬉しい。そうね、他にもだってきっといろんなキャストさんが来てくれるはず。そうってことよね、ってことよね。あんな人とかあんな人とかあんな人とあんな人のプレイも見れちゃうかも、見れちゃうかも。またこの番組内でプレイしてほしい内容などがありましたらハッシュタグ原神キャストゲーム部をつけてツイートしてくださいね。次回番組配信の予定も決まりましたら、また公式ツイッターなどでお知らせしますのでお楽しみに。それではさようなら。